行くよ。覚悟がいいね。健闘を祈る。必ずまた会おう。僕の射撃の腕も褒めていいんだよ。マジヤバくない？明智くん、高校生なのに名探偵とか、うちらとは別世界の人って感じ。事件を解決した明智五郎くんは、あの白金直人氏を思わせる推理から探偵王子の再来と脚光を浴びており。以上が現時点での僕の推理です、はあ、くだらない。昨日の地下鉄暴走事件もその他の類似した事件も。ええ、何者かの意思が働いた結果と僕は考えています。でもそれって犯罪というよりオカルトの領域ですよね。バレー部の奴らや高牧は。だからでかいよ声。とにかくよ、バレー部で虐待があったのはマジなんだ。学校着いたら聞き込みしてみようぜ。うん。あの頃はまだ僕も君たちには注目していなかった。僕が君たちを意識し始めたのは。情熱帝国のロケだって。誰あれ、有名人？こう見えて僕、甘いものには目がないんですよね。ほら、推理って頭を使うでしょ。糖分が欠かせないというか。はい、オッケー、一旦止めます。うーい、じゃあ次。あの、もしかして明智さんですよね、高校生名探偵の。ええ、よく知ってますね。光栄だな。はい、だってうちらの学校怪盗とか出るし。テーマに決まってるけど。怪盗？荒飾る者を食うべからずだ。お、へえ、さえさんの行きつけのお店ですか。行きつけってほどじゃねえさ。どういう風の吹き回しだい？別に、ここのコーヒーが飲みたくなって。あれ、前にどこかで会ったかな。ん？明智五郎って言います。いい店だね、ここ。雰囲気あって。明智？探偵っていうのは思えば不確かであやふやなものだね。そう思わないかい？探偵はただ一人で存在しているだけでは、その存在価値を担保されない。探偵を探偵たらしめるために必要なもの、それは彼にしか決して解けない難事件と、それを生むライバル、公敵手の存在さ。ごめん、君には興味ない話だったかな。やっぱりだ、こいつ今売り出し中の探偵小僧。実は私もつけられてる気がするんだよね。何？もしかしてお前らの言ってた明智ってやつ？探偵つっても言うほど切れ者には見えねえけどな。ちゃう？バカ、明智のこと忘れたのか？市の古典会場に怪盗団を名乗る何者かが怪盗団ね。解決した事件は数知れず、今若者に大人気の高校生探偵明智五郎くんです。明智って蓮たちが言ってた、あの？何が探偵だ。ピッ。へえ、そうなんだ。いやー、さすが評判通りの好青年だ。いえ、そんな。何でも探偵として今気になっている事件があるとか。そうですね、マダラメ画伯のスキャンダルでしょうか。話題だもんね。じゃあズバリ聞いちゃうけど、正義の怪盗どう思う？本当に正義のヒーローならいてほしいですよ、夢があるし。へえ、頭から否定じゃないんだ。これでもサンタクロースなんかを未だに信じたい方なんで。でももし本当に他人の心を操る怪盗がいるんだとしたら、僕は法で裁かれるべきだと思います。
彼らのやってることは犯罪？怪盗団がいなきゃマダラメ事件の問題はまだ続いてたっていう人もいるけど。マダラメ画伯のしたことは許されない罪です。でもそれを法律以外の尺度で勝手に裁くのはただのリンチ。正義から一番遠い行いです。はっきり言うね。人の心を無理やりねじ曲げるなんて人間が一番やっちゃいけないことですよ。何様のつもりで。ではここで本日スタジオにいらっしゃっている皆さんにも聞いてみましょう。え？怪盗のことあなたはどう思いますか？正義そのもの。言い切りますね。じゃあもう一つ質問。もし君の身近な人がある日突然心を変えられたらどうする？怪盗の仕業だとは考えない？考えません。なるほど。正義を信じるなら確かにそうなるよね。でもそこに大きな問題がある。ん？どういうことかな。人の心をどうやって変えたのかってことです。そんな力があるなら犯罪に使われたとも考えられる。例えばこの春の地下鉄暴走事件だって。明智君はあれも怪盗団の仕業だっていうの？あくまで家庭の話ですよ。家庭の。でも決して無視はできない。僕らの暮らしに対する脅威に他なりません。怖い話だよね。もちろん僕だって黙って見ているだけじゃありません。警察とも足並みを揃えていくつもりでもう動き始めています。警察。あの探偵野郎、警察とか脅しのつもりか？でも言ってることはちょっとそうかもって思っちゃった。気にしすぎるな、アンドノ。まあ警察に関しては用心だけはしとく必要はあるが。いや、さっきはどうも。君、囚人の生徒だったんだね。この間は美味しいコーヒーをどうも。彼らは友達？まあな。会えてよかった。お礼が言いたくてね。やっぱりアンチテーゼがなきゃアウフヘーベンは怒らない。バームクーヘンがなんだって？君たちとの議論がとても有意義だったってことだよ。また店に寄らせてもらうよ。あ、それじゃあこれからパンケーキ食べに行くのかい？僕もお腹すいたよ。お昼食べ損ねてさ。え、またバームクーヘンの話か？あれ違ったかな。まあいいや、ごめんね。なんか面倒そうな野郎だな。君、サエさんの妹さんだよね。明智くん。少し話せないかな。怪盗団のこと？今警察と連携して捜査を進めててね。何でもいいから情報が欲しい。囚人の生徒会長として何か気づいたことないかな？今試験の最中ですけど。試験なんてさまつなことだよ。何でもいいんだ。もしかして誰かに口止めされてる？なんだ、君思ったより言いなりのいい子ちゃんタイプか。おっと、もう時間か。じゃあね、さえさんによろしく。言いなりのいい子ちゃんタイプか。あ？